復活したウルトラマンベリアルにより宇宙は騒乱の渦中にあった。戦いに終止符を打つため、科学者でもあるウルトラマン光はウルトラカプセルを開発する。カプセルにはウルトラマンたちの強大な力が宿っていた。手のひらに収まるほどの大きさしかなかったが、たった一つで戦局を覆すほどの可能性を秘めていた。しかし、超時空消滅爆弾起動。何？せいぜいあがくわ。なんとかしないと。行くな。この宇宙はもう持たない。そんな。地球を中心に生じた次元の断層は宇宙全体に広がり、星々を消滅したかに思われた。隕石落下が原因とされていますが、違います。この写真をご覧ください。クライシスインパクトの影響で当時の記録は全て失われたと言われていますが、偶然にも発見された1枚です。名前はウルトラマンベリアル。どうした？我が国で6年前に発生した怪獣災害の当説で、あれ取ろうとしてジャンプしたら天井に頭ぶつけちゃって。頭？天井にか。はい。あなたこれ一体何と見間違えるというんですか？よく見てください。てか店長、これ売り物。ごめんごめん、これ本当なくてさ。まったくもう。ほら。あ、いいんすか。うまいっすね。なお兄ちゃん。おお、久しぶり。りく兄ちゃん、こんにちは。えりちゃん、お出かけ？うん、おじいちゃんち。あ、ねえねえ、アイスちょうだい。いいぞ、持ってけ持ってけ。やった。りくくん、大きくなったね。まだここに住んでるの？引っ越したいんですけどね。ないかないか。おじいちゃん、これ。お、あ、そうだ。あ、いいからいいから。あれ、でもこれ溶けてるよ。え？バイバイ。店長。あ、壊れてないですよ。え？おかしいな、なんでだろう。
冷凍庫、夜にペカが見るよ。機械いじり得意だし。やめとこうぜ、気づかれたらおしまいだ。それに宇宙人が同居してるなんてバレたら大騒ぎになる。店長は君が一人で住んでると思っている。待て、待っていたぞ。物体サタン道具、その子を放て。そもそも君は自分が地球人だと思い込んでる。僕は地球人だ。ペガの助けを求める声、聞こえたのは君だけだ。それにあのジャンプ力。うわっ、どんどん狙って爆発デッキ、ドン、サイン、ヒアーウィーゴー。本当にいるのかな。何が？ウルトラマン、宇宙の平和を守るためにベリアルと戦ったっていう都市伝説だよ。ウルトラマンもベリアルも。地震？なんだろう。住民の皆様は速やかに避難行動。やばい、こっちに来るぞ、逃げよう。うわー、危ない。本日星山市に出現した二足歩行の巨大生物は陸に向かって移動を続けており、星山市交通班には避難勧告が出されています。リグ、あ、どうでした、エリちゃんたち。連絡ついたよ、無事だって。よかった。角野町のおじいちゃんとこにいるってさ。俺もそこへ向かう。リグ、お前は友達が止めてくれるって。分かった。それにしても本当にいたんだな、怪獣。僕に力があったら町を守れたのに。ペガ、ついてきてるか。友達の家に泊まるんじゃなかったのかい。みんな無理だって。本当は友達なんかじゃなかったのかもしれない。こういう時はジードだ。またじっとしててもどうにもなんない。野宿も案外楽しいよ。どうだかね。よいしょ。天文台か、星を見るところだ。僕赤ちゃんの時ここで保護されたんだ。赤ちゃんの泣き声がするって通報があったんだって。君のお父さんとお母さんどんな人だったのかな。巨大生物関係のニュースをお伝えします。はい、ありがとう。政府によると出現した巨大生物は山間部を西に移動しており、明日未明にも角野町へ達する模様。角野町、エリちゃんたちのいるところだ。ペガたちにできること何もないよ。明日未明にも角野町へ達する模様。お、なんだこれ。うって刺された。 B の因子確認。基地をスリープモードから通常モードへ移行します。うわ、権限が上書きされました。マスター、エレベーターにお乗りください。お乗りください。聞こえるの僕だけ？聞こえる？残り30。
30秒。あなたは？報告管理システム、声だけの存在です。この下には何があるの？基地です。基地。巨大生物が通過します。住民の皆様は速やかに避難をお願いします。気がしない。こいつは何かある。ねえリク、ここは天文台の地下500メートルに位置する中央司令室です。この基地はマスター、あなたに譲渡されました。僕のこと誰かと勘違いしてる。誤認ではありません。すでに血液の採取を行い DNA 検査を終了させています。いつの間に。お渡しするものがあります。フュージョンライズ用マシンライザーです。リク、僕にくれるの？なんで？これはあなたの運命です。ライザーを使用することであなたは本来の姿に戻り、力を行使することができるでしょう。本来の姿。あなたはこの星の住人ではありません。リク。いいんだ、今大事なのは力のことだ。例えばさ、本来の姿に戻ったとしてピアノを持ち上げたりできる？可能です。ダンプカーは？可能です。じゃあ怪獣は？可能です。よし、分かった。これの使い方教えて。何する気？怪獣を止めるんだ。このまま放っておいたら市街地に入る。人が死ぬんだ。無理だよ。できます。嘘だ。嘘ではありません。なぜならマスターはウルトラマンの遺伝子を受け継いでいますから。冷却完了。次の行動に移らせてもらおう。行方不明となっていた巨大生物が再び星の主に出現しました。おい！これ誰が撮ってるの？球体型偵察機ユートムによる映像です。マスター、現場までエレベーターで向かいますか？行けるの？座標を設定できます。通信には先ほどのマシンライザーを。触れていれば会話が可能です。わかった。リク、心配するな。じっとしててもどうにもならない。あいつを止めなくちゃ。行くぞレム。レムとは私のことですか？ああ、名前がないとやりづらいんだよな。レポート、マネージメントのイニシャルですね。そう。ああ、僕のことはリクって呼んでくれ。わかりました、リク。転送を開始します。はあ、OK だ。怪獣は進路を変えました。進行方向にはまだ避難している人々がいます。まずい、ここで食い止めないと。やり方覚えていますね。どれだっけ。フュージョンライズ後の名称を決めてください。
ジードだ、ウルトラマンジード。そしてこれはジードライザーだ。じーっとしててもどうにもならねえ。融合、アイゴー、キアウィーゴー、フュージョンライズ、決めるぜ、覚悟。あお前何言って、いや
頭に浮かんだ。突然現れた謎の巨人の正体も依然として無名のままとなっています。あれが僕。レム、陸の中にある強大な力って。血液から B の因子が確認されました。陸はこの基地の本来のマスターと 99.9% の確率で親子関係にあります。親子？陸が誰の子か知ってるの？はい、彼の父親はベリアル、ウルトラマンベリアルです。少女、その超能力の源には神秘の光の力が隠されていた。そしてそれを狙う怪しい三面怪獣。僕も迷ってる場合じゃない。じっとしててもどうにもならないんだ。次回ウルトラマンジード、怪獣を斬る少女、決めるぜ覚悟。